ただいまより岸田総理による内外記者会見を行います。冒頭、岸田総理に発言いただき、その後質疑応答を行います。それでは岸田総理、お願いいたします。はい。中東訪問を終えるにあたり、一言所感を申し上げます。今回、湾岸地域の重要なパートナーであるサウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタールの3カ国を訪問いたしました。湾岸地域の訪問は、2015年に外務大臣としてカタールを訪問して以来であり、総理就任後初めてとなります。この貴重な機会に、サウジアラビアのムハンマド皇太子兼首相、アラブ首長国連邦のムハンマド大統領、カタールのタミーム首長、そして3カ国の政府関係者、国民の皆様に心温まる歓待をいただいたことに深く感謝を申し上げます。G7 広島サミットでは、G7、そしていわゆるグローバルサウスを含む国際的なパートナーとともに、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を堅持することの重要性を確認し、先週は改めて EU や NATO およびその加盟国、パートナー国とも、この認識で一致をいたしました。そして今回、湾岸諸国の各国首脳との間でも、この根源的な原則をしっかりと確認し合うことができたと思っています。また、日本と中東地域の関係の中核にあるエネルギー分野の課題にどう向き合うか、ロシアのウクライナ侵略により世界的なエネルギー供給の不安定化が問題となっている今、世界的な視野で議論を深めることができました。さらに今回訪れた3カ国とも、石油・ガスの輸出に国家収入の半分以上を依存する経済の現状から脱却し、脱炭素エネルギーの輸出国に転換するとともに、経済・産業の多角化を図りたいという強い意思があります。湾岸諸国と日本がそれぞれの強みを組み合わせて、中東産油国を脱炭素エネルギーや重要鉱物を輸出するグローバルグリーンエネルギーハブに変えていく、経済成長と脱炭素のジレンマに直面するアジアやアフリカの多くの国々が脱炭素への多様な道筋を選択できるようにしていくことは、世界の平和と繁栄に向けた貢献として大きな意義を持ちます。さらに今回、私の政権において初めて経済ミッションの皆様に同行いただきました。延べ100社以上の日本企業のCEO や幹部の方々、JBIC や NEXI 等の政府関係機関のトップが、湾岸3カ国の首脳や企業幹部と直接対話をし、さまざまな分野で協力するための礎を作る、こうしたトップが関与した官民連携、民間同士のチャンネルの強化も今回の訪問の重要なテーマでありました。以上申し上げたような大きな目的は、訪問した3カ国の方々の熱意や協力を得て、
おおむねすべて達成されましたが、今回の訪問が具体的にどういった成果につながったか、以下簡潔に4点に絞って申し上げます。第一に、エネルギー分野に関連し、今回グリーントランスフォーメーションの推進に向けて協力することで一致をいたしました。サウジアラビア、そして本年の COP28 議長国である UAE に対して、私から日本が協力して中東地域を将来のクリーンエネルギーや重要鉱物のグローバルな供給ハブとするビジョンを提示し、賛同を得ました。両国からも具体的な協力の進め方について大変積極的な提案をいただいたところです。今後このビジョンの実現に向けて、水素アンモニアの製造や脱炭素技術の実用化と普及に向け連携を強化していきます。さらにエネルギー源だけでなく、例えばグリーンスチールなどの製造過程で二酸化炭素を排出しない素材の研究開発に関する協力も深めていきます。こうした協力も含め、現実的なエネルギートランジションに向けて大きな絵を共に描くグローバルグリーンジャーニー構想について、私の方から提案を行って賛同を得ました。 UAE との間では、気候行動に関する日本国およびアラブ首長国連邦首脳共同声明を発出いたしました。脱炭素化等に関する協力を強化し、 COP28 の成功に向け国際社会の取り組みを共に主導していきます。湾岸3カ国の経済産業多角化に向けて、日本の力強いコミットメントを示せたことが2つ目の成果です。先端技術、半導体、宇宙、医療、教育、農業、観光といった分野で計7本の2国間協力に関する文書への署名が行われました。協力は政府間にとどまりません。海水淡水化プラントの共同研究に関するサウジアラビアの電力会社と東レの覚書や、医療ソフトウェアの販売保守契約に関する UAE の企業と富士フイルムの覚書など、延べ50本以上の両国企業間の覚書への署名がありました。脱炭素など先端分野においては、スタートアップ企業の連携等を通じたイノベーションの加速化も重要です。COP28 に向け、UAE に対して、私から日 UAE イノベーションパートナーシップを提案し、賛同を得ました。また、産業界から大きな期待が寄せられていた日 GCC 間の FTA については、GCC 湾岸協力理事会のブダイウィ事務総長との間で、2024年中に交渉を再開することで見解の一致を見ました。これを機に、日本として湾岸諸国のグリーントランスフォーメーションの推進や産業多角化に向けての改革努力を強力に支援しつつ、日本企業のビジネス機会の拡大や
対日投資の呼び込みにつなげていきたいと考えています。3つ目は安全保障分野での関係強化です。アラブ諸国で唯一 G20 メンバーであるサウジアラビア、また2022年から安保理非常任理事国を務め、日本と任期を共にしている UAE、 そして昨今の外交努力により国際的な存在感を高めるカタール、政治、経済両面で影響力を増すこれらの湾岸諸国と外交防衛分野における対話の機会を増やすとともに、国際条理におけるより一層の協力を深めていくことで合意をいたしました。さらに GCC と外相会合の定例化について一致したことに加え、イスラム協力機構 OIC のターハ事務総長との会談も行いました。57のイスラム諸国地域が加盟する OIC は、暴力的過激主義をなくすために積極的な役割を果たし、中東地域の安定化に大きな影響力を持っています。これらの地域機構とも今後も対話を重ねて緊密に連携をしてまいります。4つ目にソフトパワーの交流強化です。私は人や文化のつながりが国同士のつながりをより強くすることを、これまで世界各国を訪れる中で目の当たりにしてきました。新型コロナの影響で落ち込んでいる湾岸3カ国から日本に来る留学生の大幅増を目指すとともに、文化、スポーツ、教育、学術分野など、いわゆるソフトパワーの分野での交流をさらに深めていくことについて、各国首脳と意見が一致をいたしました。このように、エネルギー、多角的な経済関係、安全保障、そしてソフトパワー交流など、幅広い分野で重層的な協力を進めること、そしてその土台には、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の堅持という共通の目標があること、今回の訪問でこれらを確認できたことは、G7 広島サミットの充実した議論を引き継ぎ、広めていく上でも、大変有意義でした。秋以降も G20 ニューデリーサミットや国連総会、APEC 首脳会合、日 ASEAN 特別首脳会議など、国際的なパートナーと対話し、連携を確認する機会が続きます。G7 議長国として、G7 広島サミットの成果を世界各国に共有し、国際社会を1年間にわたって主導していく、今回の中東訪問で実践したことを今後の外交機会でもしっかりと継続し、我が国の安全繁栄と国際社会の安定と繁栄に着実につなげていきます。最後に日本国内における大雨について申し上げます。梅雨前線の影響等により、6月末以降全国各地で大雨となり、河川の氾濫、土砂災害等が相次いでいます。改めてお亡くなりになられた方々に心から哀悼の意を表するとともに、すべての被災者の方々にお見舞いを申し上げます。大雨への対応については災害警戒会議を開催して必要な体制を
構築するとともに、適時的確な情報提供や災害応急対応に万全を期すこと等について必要な指示を随時行っているところです。九州北部に続き秋田県についても現地に入るなどして被害の状況を確認するよう谷防災担当大臣に指示をしました。今後私自身も被災地の状況をよく踏まえつつ現状要望を直接聞く機会を設けたいと考えています。また被害の状況等を踏まえて激甚災害の指定普通交付税の繰り上げ交付など可能な支援を確実に行うことにより政府を挙げて被災者の生活再建支援被災地の復旧支援等にしっかりと取り組んでいきたいと考えています。ありがとうございました。それではプレスの皆様からの質問をお受けいたします。まず日本のプレスから質問のある方は挙手をお願いいたします。私が指名しますので指名された方は近くのスタンドマイクの前に進み出て所属と名前を名乗ってから質問を行ってください。質問は簡潔にお願いいたします。それでは日本のプレスの方、はい、ではどうぞ。NHK の相沢と申します。今回の中東3カ国との首脳会談では今おっしゃられましたように各国が取り組む産業の多角化や脱炭素の分野での新たな協力などが確認されました。また先日の総理と EU 首脳との協議では日本産食品の輸入規制の撤廃が決まるなど外交成果があった一方で日本の周りでは中国が処理水放出についてまだ厳しい態度を取っていますし北朝鮮のミサイル発射が続いています。今後日米韓の首脳会談も予定されていますが今年後半の外交で総理が最も成果を出したいと考えているものは何でしょうか。はい、昨年2月のロシアによるウクライナ侵略以降の外交の大きな方針について自分の思いをまず簡潔に申し上げたいと思います。ウクライナ侵略はポスト冷戦期を終わらせる歴史の転換点となりました。私は侵攻の勃発直後にこれまでの対ロ政策を大きく転換し G7 の一員として厳しい対ロ制裁に踏み切り欧州への LNG の緊急融通なども行いました。これはウクライナ問題は欧州にとどまるものではなく世界全体の国際秩序に対する挑戦であり今日のウクライナは明日の東アジアかもしれないこのように考えたからです。日本が立ち上がったことでウクライナ問題はグローバルな問題になった。この旨は先日の NATO 首脳会議でも欧米首脳から重ねて謝意が示されました。3月には私自身がウクライナを訪問し5月には広島にゼレンスキー大統領を招くなど侵略に対して戦うウクライナへの支援を強く打ち出しました。次に今回訪問した中東諸国を含めて国際社会で存在感を高めるグローバルサウスとの連携を主要課題に据えました。平和に向け真にグローバルな圧力を喚起するためにグローバルサウスを含めたグローバルサウスあるいは中間国に対する働きかけが重要です。このように G7 首脳に説いて回るとともに自らもアジア、アフリカなどを回り法の支配に基づく自由で開かれた
国際秩序の重要性を訴えるとともに、食料やエネルギーなどで彼らの立場に寄り添う形で取り組みも進めました。さらには G7 サミットを広島で開催し、インド、ブラジルなどの招待国も含め多くの主要国と平和のメッセージを広島の歴史の重みとともに世界に発信をいたしました。グローバルサウスとの連携が G7 の共通優先課題となったのは、日本のこの累次の働きかけが大きく貢献したと自負をしているところです。一方で、この複雑化する東アジアの安全保障環境に関しては、日韓のシャトル外交をユン大統領との信頼関係のもと本格的に再開するなど、日韓関係を大きく改善をしました。また中国の習近平国家主席とは、昨年11月にも約3年ぶりの対面会談を行いました。そして今後さらに建設的で安定的な関係に向けて意見交換の場を作っていきたいと考えています。今年後半の外交も以上のような基本方針に沿って行うべく努力をしていきたいと思っております。その具体的に申し上げるならば、G7 議長国としての責務、これは本年後半も続きます。広島サミットの成果を踏まえて、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序や国連憲章の諸原則の重要性について、世界各国と認識の共有を図りつつ、さまざまな分野における協力関係を深め、そして国際社会を主導していきたいと思います。9月以降も ASEAN 関連首脳会合や G20 ニューデリーサミット、国連総会、APEC 首脳会合、日 ASEAN 特別首脳会議と、さまざまな外交機会が続きます。先ほど述べたような日本外交の取り組みを着実に進め、我が国の安全と繁栄、国際社会の安定と繁栄につなげていきます。そして北朝鮮によるミサイルの発射、これは断じて容認することはできません。日米韓で緊密に連携するとともに、国際社会とも協力してしっかりと対応してまいります。またアルプス処理水の海洋放出については、先般 IAEA 包括報告書において関連する国際安全基準に合致していると結論が示されました。我が国の取り組みを高い透明性を持って国際社会に丁寧に説明していく考えです。そして中国側に対しては、科学的根拠に基づいた議論を行うよう強く求めてまいります。今年後半については、こういったこの課題についてしっかりと取り組んでいきたい、このように考えております。それでは次に、カタールおよび国際メディアの方から質問をお受けします。それでは3列目 の今中央の方。はい。Good afternoon, Your Excellency. Your Excellency, can you provide details on the strategies that Japan will adopt to stabilize the international oil markets amid the turbulence caused by the geopolitical crisis and other factors?Thank you. はい、国際石油市場ですが、このウクライナ侵略の長期化によって、また石油ガス開発に対する投資資金の縮小による需要逼迫もあり、国際石油市場は先行き不透明となっています。国際石油市場を安定化させ、そして同時に脱炭素への歩みを着実に進めていくためには、
短期、中期、そして中長期の対策を並行して進めていかなければなりません。今回の中東訪問にあたっては、それぞれについて率直で前向きな議論を行い、大きな成果を上げることができたと感じています。まず第一に、ロシアのウクライナ侵略について、法の支配による国際秩序を守り抜き、公正で恒久的な平和を早期に実現することが、国際市場安定のために必要です。我が国は G7 議長国として、広島サミットで G7 や8つの招待国も含めた結束を広げるべく、最大限努力をいたしました。今回の中東訪問でも各国首脳に働きかけました。これまでの成果を踏まえ、さらに尽力していきたいと思っています。そして第二に、産油国、主要消費国、国際エネルギー機関で需給見通しについて率直な意見交換、そして率直で緊密な対話を続けつつ、投資を通じて問題を解決するということ、この石油ガス開発に対する過度のこの投資不足を避けつつ、各国の状況を踏まえた多様な脱炭素の道筋に対して、トランジションファイナンスですとか、あるいはブレンデッドファイナンスなどの形で、投資資金を大量に供給していくこと、これが必要です。そして3点目に、新技術を 大胆に実装するとともに、カーボンプライシングを通じて、需要サイドの変革を図るということ、水素、アンモニア、合成燃料、蓄電システムなど、生産から輸送、消費に至る一連のバリューチェーンの先端、バリューチェーンに先端技術を実装していく必要があります。我が国は成長志向型カーボンプライシングにより、需要サイドの変革を図りつつ、先端技術の開発と実装のための大胆な支援制度を講ずることとし、そのための法律を成立させたところです。こうした考え方に基づいて、日本としても国際石油市場の安定化に向けて貢献をしていきたいと考えております。それでは再び日本のプレスの方から質問を受けします。それでは4番目の中央の方。読売新聞の梅本です。内閣改造についてお尋ねいたします。今後外交で成果を上げていくため、また内政においてマイナンバーカードや少子化対策といった国内の問題に対応していくために、内閣改造についてはどのようなお考えをお持ちでしょうか。現在内閣支持率が低下傾向にありますが、仮に体制を刷新する場合、そのタイミング、内閣改造のタイミングや規模、方針についてどうするのか、総理のお考えをお願いいたします。はい。まずですね、ご質問のこの内閣改造、さらには、党役員人事については、今の時点においては何も決めていないというのが結論ではあります。これまでも申し上げてきたところですが、ご指摘の点も含めて、内政、外交における先送りできない課題に対して正面から取り組み、答えを出していく、こういった岸田内閣の基本姿勢に照らして、そのために適切なその人事の時期や内容について判断をしていくというのが基本的な考え方であります。この考え方をこれからも大事にしていきたいと思いますが、ただ今現在において、この現時点においては何も決めてはいない、こうしたことであります。
それでは最後にカタール及び国際メディアの方から再び質問を受けいたします。それでは1列目の、はい、Your Excellency、apart from energy sector, what are the most important aspects of relations between Japan and Qatar? はい、日本とカタールは長年にわたり LNG を軸に協力関係を築いてきましたが、近年ではこの伝統的なエネルギー分野での協力のみならず、太陽光等の再生可能エネルギーの活用を含め、脱炭素やエネルギー移行に向けた協力、またドーハメトロといったインフラ整備を含めた幅広い関係を構築しています。またカタールは中東やアフリカの平和と安定に積極的に役割を果たしており、両国の間では外相間戦略対話等の協議対話の枠組みが重層的に整備されてきています。こうした枠組みを通じて今回の会談の成果をフォローし、各分野で協力関係を具体化していきたいと考えています。そしてこのような観点から今回の訪問においてタミル首長との間で、この二国間の関係を戦略的パートナーシップに引き上げることで一致したこと、これ大変喜ばしく思っています。今後はカタールとの間で外交安全保障、インフラ、投資、文化、さらには学術交流など多岐にわたる協力、これを拡大させていきたいと考えております。以上です。